都立教育栄光等学校と北栄町にとって有意義な高校生議会となりますよう、皆さんのご協力をよろしくお願いします。これより令和3年度北栄町高校生議会を開会します。なお13番流美和奈議員、脇坂弘樹議員から欠席届が提出されています。直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配布した通りです。日程第一、はい、何のではないかと考えます。以上です。谷口議員、中村議員のご質問にお答えします。関係人口の創出についてのご質問です。関係人口に注目したプランを持っているか、貴重な文化的価値のある施設をどのように保護していくつもりか伺います。以上です。はじめに東高校観音寺の配管についてでございますが、現在配管するには東高校観音寺の総代会の方に